札幌サッカーアミューズメントパークとは、北海道札幌市東区にあるサッカー施設である。略称は、サップが用いられる。日本サッカー協会が設定した、2002 FIFA、ワールドカップ記念事業における補助金を受けて建設された。人工芝グラウンド2012年5月あたり施設に、近接して、以下のサッカー施設も設けられている。所有者は異なる。 なお東カリキ公園サッカー場は、現在は、管理が北海道サッカー協会に委託され、運用は、札幌サッカーアミューズメントパークと、同じく NPO 法人北海道スポーツクラブによって行われている。利用料支払いも、札幌サッカーアミューズメントパークで受け付ける。バス道路 ABE、観客席ができました。札幌サッカーアミューズメントパーク公式ブログ。 2011年11月16日閲覧 AB 第34回北海道サッカーリーグ北海道サッカー協会2011年10月11日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年11月16日閲覧 AB 第34回北海道サッカーリーグ後期日程北海道サッカー協会 2011年10月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年11月16日閲覧。AB、試合スケジュール、結果、高窓宮俳優 -18 サッカーリーグ2011プレミアリーグ、日本サッカー協会。2011年11月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年11月16日閲覧。 AB、試合スケジュール、結果、高窓の宮俳優 -18 サッカーリーグ2011プレミアリーグ、日本サッカー協会、2011年11月16日時点のオリジナルよりアーカイブ、2011年11月16日閲覧。AB、施設概要、札幌サッカーアミューズメントパーク公式サイト、2011年11月16日閲覧。 マッチ、高窓宮俳優 -18 サッカーリーグ2012プレミアリーグ日本サッカー協会2012年8月15日閲覧第7回北海道女子サッカーリーグ日程会場北海道サッカー協会2012年8月15日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年8月15日閲覧 試行実績札幌サッカーアミューズメントパーク積水女子公式サイト2011年11月16日閲覧東カリキ公園サッカー場の利用時間が変更になりました札幌サッカーアミューズメントパーク公式サイト2011年11月16日閲覧ホームゲーム会場へのアクセスノルディア北海道公式サイト 2012年2月9日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年2月9日閲覧ありがとうございます。